ラヒーム・エドワーズはカナダ出身の同国代表サッカー選手。ロサンゼルス FC 所属。ポジションは MF。2015年、トロント FC のリザーブチームであるトロント FC2 と契約を結んだ。3月28日の FC モントリオール戦でプロデビュー。2016年6月、ファーストチームのカップ戦でプレー可能とする短期契約を結んだ。 6月29日に開催されたカナディアンチャンピオンシップの試合でファーストチームデビュー。2017年3月トロント FC と正式に契約を結んだ。2017年12月12日 MLS エクスパンションドラフトでロサンゼルス FC に指名された。その後すぐに同じくエクスパンションドラフトで指名されたユッカライタラと共にローランシマンとの交換で モントリオールインパクトに加入。2018年7月17日、40万ドルの金銭トレードで、シカゴファイヤー FC に移籍。2020年2月11日、ワヤット・オムズバーグとのトレードで、ミネソタ・ユナイテッド FC に移籍。2015年パンアメリカン競技大会初戦の U-23 ブラジル代表戦で、途中出場から U-23 カナダ代表デビュー。 2017年6月13日のキュラソー代表戦でフル代表デビュー。6月27日2017コンカカーフゴールドカップ参加メンバーに選出された。ありがとうございます。